弟子屈町公式ニュース。今日弟子屈町では新型コロナウイルス下において災害が発生した場合を想定した避難訓練が行われています。平成26年から継続的に開催されている弟子屈町防災訓練、弟子屈小学校の一日防災学校と合わせる形で今日午前に訓練が行われました。弟子屈町では未だにまだ新型コロナウイルスの感染者が確認されていないので、こういう平時であるときこそ、十分な準備を整えるためにですね、避難所の運営訓練、特に職員の訓練の場として設定をしました。今までの避難所運営と大きく違うところは、最初の段階でリスクを排除しなきゃいけないので、一時受付と、それから体育館の中に二次受付というのを設けまして、一時受付で早期にまず 37.5度以上の発熱者の確認だとか、非常に咳が苦しくてとかですね、非常に体調が悪いとか、多くの方が入っていく正面玄関の動線ではなくて違う動線を設けて、その段階でもリスクを排除しようと、そういったようなことをメインに考えています。感染リスク軽減のため近隣住民などは参加せず、役場職員や町議会議員などを中心に総勢70人ほどで行われた今回の訓練。避難所内では感染者専用のエリアの確保や感染症対策を徹底した上での避難者の誘導訓練などが行われ、感染リスクを常に頭に入れながらの避難所運営の難しさを多くの職員が体感していました。いついかなる時にも何があってもおかしくない、365日1日24時間、そういう気持ちで頭に入れながらどう行動できるかということです。起こってからでは遅い災害対策、一人一人ができる備えを心がけていきましょう。